こんにちは、塩の山の三枝クララです。今日は2020年4月27日、2本目の動画になります。今日もよろしくお願いします。今山梨県の本屋さん純駆動は新型コロナウイルス対策のため自粛休業となっておりますが、その少し前に夫が防災の黄色い本を2冊買ってきてくれました。それは自衛隊防災ブックと東京防災の2冊ですが、開いてみるととても興味深く、車内のガラス曇りを軽減する方法とか、ブーツをピカピカにする方法とか、上着で担架を作る方法とか、ツナ缶やバターをろうそく代わりにする方法とか、自衛官のなんと私服とか、寒さから身を守る方法とか、書棚をきっちりと整理整頓する方法とか、自衛隊員のバッグの中身とか、大雨、地震、火災、大雪、怪我、防災備品などのほか、普段の生活でも役に立つテクニックが満載なので、一家に一冊あってもいいかなと思います。まあ私の夫は音楽家なのですが、うちにはいろんな楽器があるように、楽器演奏者に楽器が必要なように、生き抜くためには信仰や心意気だけではなく、知恵や備蓄や防災備品も必要です。そんな紙一枚のことがこれから生死を分けていく時代になっていくと思いますので、私も謙虚にでも前向きに備えていきたいと思っています。最後に、私が20歳の頃に受けた大切な啓示をお伝えさせていただきます。その前に、団地に住まわれている方ごめんなさい。悪く取らずに何かしらのヒントにしていただけたらと思います。あなたの家の前にいつも水がめにきれいな水を張っておきなさい。そうすればあなたを団地に住まわせるようなことはしない。それでは今日も最後までありがとうございました。またね。バイバイ。